今週のテーマは岩手アール・ブリュット巡回展2023、独創性と魅力あふれる障害者の芸術。アール・ブリュットとは技法や流行を追うのではなく、自らの内面から湧き上がった感情を絵画や陶芸などで思いのままに表現した作品の総称です。その定義は広く、近年では障害のある方々などが作り出す作品が注目を集めていて、多くの作家が日々作品を創作しています。一人一人の作者の方がそれぞれに追求したいと思っていることを、例えば細かな細かな描写であったり、カラフルな色彩の世界であったり、あるいは一体何を描いているのか他の人には謎なんだけれども、ご本人はそれをものすごく描きたいっていう強い思いがある。一人一人が持ってる世界というものがストレートに遠慮なく現れている。そこがおそらく皆さんを魅了するものになるだろうなというふうに思います。県ではこのようなアール・ブリュット作品の魅力を県民の皆様に体感してもらうため、岩手アール・ブリュット巡回展2023を12月に盛岡市で、来年1月には宮古市で開催します。今回はその創作活動が行われている場としての福祉事業所にフォーカスした特集展示というのを行います。一体どんな経緯でどんな場が形作られて、そしてそこでどんな価値観に基づいたどんな創作活動が行われているか、そういう背景にある世界を作品と一緒にお見せするような、そういう特集展示になっています。今回はご来場が難しい方にもお楽しみいただけるよう、作品に加えて作家のインタビューや作品制作の動画も視聴できる特設サイトを公開しています。岩手アール・ブリュット巡回展2023、ぜひ作家や作品の持つ独創性や魅力をご体感ください。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。県は11月19日日曜日に盛岡市のアイーナで岩手ネクストジェネレーションフォーラム2023を開催します。講演や意見交換を通して若者と大人がお互いを理解しエンパワーし合うことを目指します。詳しくはネクジェネ岩手で検索してご確認ください。